おはようございます。なんでってどういう意味ですか？私だってたまには早起きするんです。一緒に行きましょう、お兄様。そういえばお兄様、今日は警戒しなくたって。探偵クラブのことですか？はい、結局あれきり、ゆめちゃんにも会えなくって。昔聞いたことがあるとか、何か覚えてることとか、そういうのは。そうですか。いえ、別に大したことじゃ。あ、でももしクラブが復活したら、お兄様たちも入ってくださいね、ぜひ。お兄様とカーリー先輩ですよ。そうじゃないですけど、でもお兄様が入ればきっとカーリー先輩も入ると思って。思い過ごしですよ、お兄様の。なんか先輩らしいなって。でもだからってカリン先輩がお兄様を助けてくれるの事実じゃないですか。お兄様のことを何とも思ってないんなら、そんなの変だと思いません？先輩がナイト？
なんですそれ、せっかく真面目に答えたのに。やっぱりダメですよね、相談相手なんかになりませんよね。ああ、私もうちょっと年が近ければ何でも相談に乗ってあげられるのに。だってそうなんですもん、しょうがないじゃないですか。ねえお兄様、これから聞くこと真面目に答えてくださいます？信じてもらえないかもしれないけど、興味本位とか面白半分とかそういうんじゃないんです。私にとってもお兄様にとっても大事なことなんです。だから、それじゃあ第1問、はいかいいえで答えてください。女の子はいますか？カリン先輩？はい、終了。しませんよ。でもちょっとほっとしました。安心しました。私なんでもないです。あ、だから私応援します。よくできてると思わない？ねえ、コージ。なんだ、西津くん。てめえ、
これが偽物だっていうのかよ。はいはい、本物ですよ。清涼学園に怪獣現るってね。いいじゃない、そうなったら休校だし。休校だ、冗談じゃねえ。せっかく面白くなってきたってのによ。おお、お前らナイスタイミングだぜ。今日の昼部室に集合な。鬼娘にもそう言っとけよ。分かったな。切っちゃって、本気だか冗談だかわかんないけど、ほんと子供なんだから。あれ、君の仕業？なんて嘘、言ってみただけ。今の工事にそんな力あるはずないもんね。だって、ルーナさん。ん？ああ、あの時の、確か。八木静野です。おはようございます。静野ちゃんね。まあいいや。ねえ静野ちゃん。騒ぎの張本人に会ったら言っといてくんない？私の。ちょっとルーナさん、知ってるんですか？張本人。ううん、知らないよ。あれ？知ってるんじゃないの？いえ。あれ？しても誰だろう一体。私のテリトリーで勝手なことすんなって感じ。頭くる。何？ああ、この間のこと。だったら気にしなくていいよ。また今度行こうね、映画見に。スランプ引きずってないで、早く一軍上がってよ。君がそんな調子じゃ、せっかくデートしたって。ああ、はいはい、わかりました。そんじゃね、コージ。
兄様、お昼にまた。あ、無理にとは言いませんけど、でも気が向いたらぜひ。それじゃ。コシ君、聞いた？今度は怪獣の足跡だって。知ってる？遅刻しちゃったから一緒に来れば見られたんだ。残念。でもどうして消えちゃったんだろうね。本当にあったの？そんな、ただ不思議だなって。別に疑ったりしてるわけじゃ。それでね、その消えたところに変な男子が立ってたんだって。それ聞いた？仮面の男だってよ、例の。俺、別の話知ってる。なんか屋上で会ったやつらしいぞ。顔見たの？顔っつうか、仮面は見たってさ。なんかピエロみたいなお面。そんで、それ私が聞いたのと同じだ。なんじゃねえの？ってことは、
田さん、しっかり。振動です。カリンです。牧村さん。牧村さん。まだ。それで違うんですか？そうだ、あの男。いるわけないですよね。消えてしまったんだから。無理して立ち上がらなくても。見てないんですか？わかりません。後ろ姿しか見てませんから。後頭部の制服を着ていたことしか。ただ見ていた生徒の話では、奇妙な仮面をつけていたとか。心当たりは？牧村さん、トラックがって。それは牧村さん。